切な洗剤量を守らないと様々なデメリットがあります。一般的に洗剤の量が多すぎる場合は衣類のダメージや洗濯槽のカビや汚れが原因になってしまうと言われています。また必要以上に洗剤を多く入れていると減りが早くなって経済的な面でもマイナスになると思います。一般的に洗濯槽は 1,2 ヶ月に一度程度定期的に洗浄した方がいいとされています。洗濯槽の見えない部分はカビや汚れが発生しやすく、その原因はすすぎの時に流しきれない洗剤です。ですので洗濯槽の定期的な洗浄が大事になってきます。ハイセンスの洗濯機は毎回洗剤と柔軟剤を計量する自動投入機能を搭載しているので手間がかからず洗剤の無駄も省けます。また独自形状のパルセーターにより縦横に激しい水流を生み出すことで頑固な汚れもしっかり洗浄できます。洗濯するたびに洗濯槽を自動で洗浄する機能も搭載、槽の見えないところも洗い流し汚れの付着を抑えます。ハイセンスは今後も生活家電のラインナップを強化していきます。